やりました、釣ったぞ。釣り行ったろうかな思ってんすよ。重いっすか？いや、こっちは軽い。向こう取って、向こう、向こう、向こう。網も用意した方がいい。キツキさん、重いっすか？重たい。重たいっすか？重たいよ。でも、まさかじゃなくて、タイじゃん。え、まさかダブルヒットでタイ？すまんかった。あと30ぐらいです。あ、30メートルは船長も結構重たそうですか？軽いですか？あ、見えてきた。お、でかい。僕のじゃない、兄ちゃんのじゃん。あ、船長は絡んどるんすね。うん、絡んどる、絡んどる。巻いて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 。キズキさんがそっち巻いて。おお、綺麗。よっしゃー。おやりました。釣ったぞ。めっちゃ綺麗。なんかさっきと全然色違う。ちょっと一回これあげるよ。はいはい、僕も切ってよ。それ船長。うん、それ。しゃー、タイ写し、タイ写し。めっちゃ綺麗。めっちゃ、さっきとタイの種類違うんすか？いや、同じよ。あ、同じなんすか？でもなんか色つやめっちゃこっちの方がいいぞ。これ社長、社長なんや。あ、なるほど。使いする。オスとメスで色が違う。あ、なるほど。ということはこれ女の子ってことですか？メス。やりましたね。やったぜ。やったぜ。ちょっと計測したいな、早くん。宇都宮ちょっとほんまに早く着いたやろ。ははははは。寝てるやん。ドンキ連れ去りそうだから。すいません。しかもあれやん、 SNS とかで使えるやん。違った。 YouTube じゃなくて僕じゃなくて引っかかっとった。だから一緒に釣り上げたってことですよ。そう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 。いやー、ブッツさんありがとうございます。いえいえ、こんなん嬉しい。やっぱ釣れたら嬉しいわ。これで僕の役目を果たした。後ろから撮る方も後ろから撮ってあげた方が顔が全然映ってる。いや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 、でもそれでも偉いから。僕はもう釣り切って。あ、でも結構普通に10メートルぐらい。でもちょっと浮いとったでしょ。ちょっと浮いてます。最初でも何が来たか分かんなかったっす、うん、でもめっちゃ重たい。めっちゃ重たいみたいな。いやー嬉しいなー、これは。これ打ったら何もぐらいしますか？すぐ金の計算するやん。いやもう撮影しましょう。はい、はい、この上の部分もたいですね。うぅー、しゃー、釣りましたー。おぉ、これここ持って大丈夫ですか？おぉ、危ないな。悪いんじゃねーやん。悪いんじゃねーやん。プレジャーフィッシング。ちょっと測ってもらっていいですか？お願いします。十切りなんで47。47。
47センチのタイ釣ったぞい。すごい。釣ったのよ、釣ったのよ。あれじゃさ。すげえ。自分でも信じられへん。いや、あれじゃす。ああ、ええよ、こっちに俺の方あ、ほんまですか。でも入らんねえから、もう捨てたらよろしい。あ、じゃあ入らんねえから捨てたらよろしい。いや、だからそれやってももうすぐよ、なんか悔しい。ほんま悔しい。じゃあちょっと移動しましょう。終了。もう時間なんすか。終了です。終了。それ終わったって。いやだ。まだ釣りたい。ダダをこねるな。うわ、つや。このまま寝よ。寝な。今時幼稚園生でもそんなダダのこね方せんぞ。あっち足長いから。いや足短いよ。こちら、はい、うちの相方の藤原がカメラの仕事を無視して趣味で釣ったカサゴちゃんでーす。イエーイ。はい、そして僕が ねこちらでございます。立派な天然のタイ。いい魚。すごい。釣りましたよ。47センチでございます、うん、いい魚。もう綺麗な、もう綺麗。確かにめっちゃ綺麗。はい、メスでございます。47歳。47歳。じゃあ47歳。おばはんやな。おばはん。47センチ。うちのおかんと同じぐらい。はい、よかった釣れた。はい、そしてこちらですね。俺が釣ったやつ。いや違うよ。パッコーン釣り上げましたから、はい、パッコーン釣り上げた。なんと船長が釣り上げたこちらですね。ドーン。でかい。これ何センチですか。これが64。 64、ね、で、オスらしいですよ、こっちが。こっちがオスね。ちょっとやっぱ色味違いますね、はい、いや、すごいな。いや、もう羨ましいわ。いや、すごい、ね、まあ僕何回も言ってますけど、バラしちゃったんですけどね、ちょっとチラッと聞いたら、はい、本当にこれぐらいのサイズあってもおかしくなかったぐらいの感じやったらしいんで。あら、本当にね、連れとったら、惜しかったな。もうあれですけど、まあ、リベンジしたいだろ、やっぱり。リベンジしたいっす。あ、やっぱ楽しかったですね。そうやね、うん、やっぱ楽しむのが一番ですから。今日どうでした、これ、ツイートしては。今日はちょっと渋かったんで、ね、渋かった、うん、なるほど。ただ普通やったらもっと釣れるってことですよね。もっと、そうですね。なるほど。船長も船長もちょっと先生どうですか。ちょっとね、今日はちょっと渋かったです。渋かったですか、はい、まあでも船長もね、僕が教えた通りにやったらこれ釣れましたもんね。船長なんかプロじゃん、全然。ちょっとでも手柄が欲しいやな。いや、本当に今日はお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、こちら今からですね、あの海馬丸さんもね、ちょっとね、あの連絡先とかもこちらに載せておきますので、はい、皆さんね、よかったらゴールデンウィークせっかくですから、はい、船を借りて釣りに来てみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ。以上、ゆめころの気づきでした。宇都宮でした。ありがとうございました。